にぎりパレードって何？その名の通り、おにぎりのパレードよ。すごいや、ココロ。はぐみもおにぎりパレードやりたい。おにぎりパレード、なんて幸せな響きなんだ。きっと儚さに満ち溢れたパレードになるだろうね。ねえ、おにぎりパレードにシャリリンの歓迎パレードも混ぜたらどうかな。それよ、はぐみのアイディアは今日も絶好調ね。おいしいおにぎり食べたからかな、突然ひらめいたんだ。フロート車の上に笑顔でおにぎりを持つシャルロットちゃんの姿が目に浮かぶようだよ。儚い。それじゃあ、笑顔おにぎりシャーリー大歓迎パレード始めるわよ。ストップ。どうしたの？いろいろ盛りすぎ。なんでみそのさんがおにぎりを持ちながらパレードしなきゃいけないの？わけわかんないって。そうかしら。譲って笑顔おにぎりパレードはいいとしても、みそのさんは許してあげて。けどミー君、シャリリンの歓迎会はどうするの？はぐみ、シャリリンのこと歓迎したいよ。ならばおにぎりパレードのクライマックスとしておにぎりライブをするのはどうかな。みんなでライブをすればシャルロットちゃんの歓迎にもなると思わないかい？それよ、最高だわ。ライブ会場の準備もしなくちゃ。心はもう誰にも止められないんだよね。ええ、それは私もよく知っています。昔からずっとそうでした。本当だよ。って言っても私たちはもうかなり慣れたけどね。皆さん大変ですね。皆さんのご苦労お察しします。ご苦労って別に、なんだかんだ言ってそれなりに楽しんでるところあるし、そりゃ心といると大変なことばっかりだけど、それもひっくるめてハロハピって感じがするっていうか。あ、みそのさん。わかってます、私もそうでしたから。また心ちゃんと一緒に遊べるなんてとっても楽しみです。おう、楽しみにしていますね。今この瞬間。